皆さんどうもこんにちはです、今回もですね、新三国無双3の5軍、2章やっていきます。周隊がね、思いのほか使いやすかったんで結構満足ですね。個人的にはすごい良かった。びっくりした。でね、ちょっとごめん、あのマイクの位置変えるわ。ちょっとミュートにしますね。先方は孫権殿、その支援は炎術殿にお願いする。出立は明日未明、少々よろしく頼んだぞ。炎術殿、補給部隊の方よろしく頼む。田舎武者が生きていられるのも今のうちよ。世を騒がせた黄巾の乱は群雄の働きによって平定された。この戦いに参じて目覚ましい活躍を見せた孫権は、皇統に虎ありと世に知らしめることとなる。黄巾の乱の後、混乱に乗じ朝廷を牛耳ったのは董卓であった。猛将呂布を味方につけた董卓は、強大な軍事力を背景に戦王を極め、都を恐怖に陥れていった。董卓の行状を見かねた各地の軍友は、曹操の檄に応じて袁紹を名手とする反董卓連合を結成する。包囲の網を巡らす連合軍の中に勇ましい孫権の姿があった。さあ、ということでですね、止水艦の戦い、ちょっと、あ、ごめん、止水艦の戦いを出します。ちょっと待ってください。はいはい、ロックオッケー。止水艦の戦いですね。行きましょう。誰が負けたらいかんの？袁紹が負けちゃいかんと。行きましょう。よし、行くぜ。天心は止水艦の真ん中の砦の下の方にあるっぽい。先行こう。これは逆賊を打つ正当な戦いである。はい、堂々と行きます。胸張って、足振って、手振って。あ、開いてないんか、もしかして。マジか、開いてないのか。そりゃダメだ。いや、そりゃダメだ、開いてないんか。え、あれいつ開くん？じゃあ早いな。水管前を制圧した。敵の光線に備え兵糧を送られたい。いやん。よし、あ、間違えた。の無双乱舞マジで強いな。おい、来い来い、高順。なんかやっぱり違うんよな。変なとこにロックされるんよね。えい、よし、あと下こいつやね。牛介を、こいつマジでなんていうの、牛介やないん。はい、痛い。さあ行こう。上の人たちどうやって倒すの？これ開いてないもんね。ということはやっぱ上に行かないかんのか。でも中も入っとるよね、あれ。中に上の砦、あ、どうやって入ったん？
不思議すぎて。これ開いてないもんね。でもなんか中で戦っとる風なマップ表示になってない？あ、戻った。赤に。あ、戻ってないわ。上から回り込めるんか？まあ、周体がとてつもなく使いやすいってことは分かったわ。めっちゃ使いやすい。あの、無双ランベーね、優秀や。非常に優秀です。さあ来い、つえー、マジつえー、いやーいけんな、ここ。あ、開いた。今、え、ちょっと待ってよ。あの真ん中マジでどうやって開くん？普通に知りたい。敵も強い。はいはい。任せて。開いとる？開いてないよね。いや、ちょっと待ってよ。孫権死ぬなよ。抑えきれぬ。士気が低いけんな、今。近くに追ってあげた方がよかったんかな。援軍か。えい。大丈夫。引っかんで大丈夫。うつ。え、あ、ミスった。一騎打ちしてしまった。あ、もう倒せるのに。ミスった。やっちゃった。かっこいい。かっこいい。あ、強い。最高。一瞬やないか。オッケー。カイユ倒した。なんとカイユを討ち取ったか。いずれの豪のものだ。敵将カイユ。周代って周傭兵っていうのは知らんかった。マジで初耳ないけど。可愛いだな、周傭兵。強い、マジで強い。これがヤバすぎて、これが異常に強すぎてびっくりする。え、もう倒していいの？もうわからん。倒せよ敵。理覚か。来い。いや、全然当たらん。OK。よし。倒しました。よし。楽勝やわ。集大やったら普通のアイドルもいけるかもしれんな。上がれろ。
まだか。全然上がらんやん。さあ、2章の次。連合軍が最初の目標としたのは、洛陽防衛の拠点、止水艦であった。迎え撃つ海遊をかわし、総大将の李鶴を打ち破った孫権らは、見事に第一関門の突破を果たす。次に控えるは古老館。ここを突破すれば、都の統策は目前である。席を守るは猛将との呼び声高い呂布。果たして連合軍は統策を止めることができるのか。さあ次がですね、ちょっと古老館の戦いということで、古老館の戦いもどこやったかな。天心真ん中か。よし行くぜ。まあ考えることはないんで、パッパとやってパッパと終わろう。呂布と一騎打ちさせられるんかな。嫌やな。逆賊を打つ正義の戦だ。せず進め。一気に押し潰す。止水艦のことに我らは少し待機して様子を見る。隠しか。我らは期待を受け、これこれ隠し任せろ。俺に任せろ。オッケー、いった。一気に押し潰せ。敵将打ち取った。我々は南下して、よし、まっすぐ古老館へ向かう。あれ開いてない。俺の勢いを過信しよう。弓兵構え。敵をすべて射抜くのだ。開いてないっすよ。開いて、開けてください。あれ開けてくれるの。あ、いたいた。で、上下倒したらいいんか。なんじゃこりゃ。勝者か。開け。堅牢な門は勝者で打ち破る。勝者を護衛し、古老館へ。あ、いたいたいた。はい。よし。敵将打ち取って。これはもういいんか。よし。あと下やね。曹操側の武将を倒して古老館攻めよう。誰や。李樹か。オッケー。よし、これで攻めよう。どこにおるかしら。はい。あれ開いた。あ、ごめん、今の呂布やな。全軍突撃。統卓の首を取れ。来た来たぞ。 あいつまさか呂布だ。呂布が出た。来たな。カス、
たよ、一騎打ち。でもどうせ勝てんけんな、これ。めっちゃ強かったはずよ。かっこいい。いけるか。いやーマジで。きつい。全然たまらん。あ、今のはいけとった。ちょっと待ってくれ、今のはいけとったぞ。あいついつたまった。え、あいついつたまった。ちょっと待って、今の倒せとったよね。うわショック。今のは、今両夫たまっとったん。急になんか無双乱舞打ってきた感覚ないけど、悔しい。もう一回やろう。もう一回入れます。くっそ、あれが避けれんのよな。我が軍を抜こうなど消死千番。取水艦のこともある。我らはしばし退避。違う、君じゃない。我らは北へ向かう。目指すは五郎艦。開け。我が軍を抜けると思うたか。敵将打ち取る。え、敵将打ち取った。我々は南下してまっすぐ古老館へ向かう。己の勢いを過信しよう。弓兵構え、敵をすべて射抜くのだ。これ見たね。勝者は見た。勝者見たけん無視。玄武門突破。突破じゃないわ、開門。なあ逃げんなよお前。ちょっとどこどこどこ。護衛し五郎館へ導け。強い。最高。最高でごわす。そう、あの両夫に負けたらめっちゃ腹立つな。遅れを取るな。朱雀門開門。よし、こっちの敵も倒して、えい、よし、来い。2回目や、2回目の挑戦や。壊せ。痛いな。ええ。壊れた。オッケー。全軍突撃。董卓の首を取れ。よし。おい両夫、ボコボコにしてやる。悔しい。お前に負けたことが本当に悔しい。これがでも絶対
やーこれが当たるんよな。オッケー、勝った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 、よし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 、倒したぞ倒した倒した、よっしゃ、大ボッキー、これはでかいよね。で、ちょっと回復しよう。回復じゃないわ。我らも遅れを取るな。我が軍を抜けるはずがあるまい。天心も取ろっか。このでも一騎打ちさ、3で出てきて4でも速攻なくなったけん、多分不評やったんやろね。あんまり良くなかったんかな。評判は良くなかったっぽい感じがするよね。さあこれで挑戦が、俺挑戦が、かわいこちゃんが、かわいこちゃん、よし、一瞬で終わってしまった。楽よ、買い物した。これでリカクとカクがおるな。こっちか、湯をかけて反逆者どもを防いで。三つがちょっと多いね。えい。一気に押しつせい。さあこれであと誰だっけ？核じゃないわ。理核か。今こそ我が意向を示す時。えい。よし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 、ポータク倒そう。ポータク倒したことないけど、ポータク倒せるんかな。あ、ミスった、馬間違えた。うわ、ミスった、馬間違えたぞ。早いな、こいつ。倒したい。倒したい、なんとか。倒した倒した、よし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 、倒せるんや、よし、普通に倒せるのは倒せるんや。オッケー、2勝終了。次3勝ですね。呂布に負けてしまった。思ったより長かったな。来た、人骨頭上がりましたね。上がりましたね。さあということで、三国無双3の五軍無双モード第2章終わりですね。次の動画でまた3章やっていきますので、よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。また今度お会いしましょう。